のアーティストさん、タイトルは何でしょうか。本当皆さんお待たせいたしました。、はい、この方をやっとご紹介できます。柏原芳恵さん、春なのに。なんかピンとこ来てないですよね。松田聖子さん、はい、河合直子さん、うん、岩崎芳美さんやりましたね、はい、田原俊子さんもやったはずだ、はいはいはい、これ80年組っていうやつですよ、うん、その中で唯一14歳で80年にデビューいたしまして、はいはい、いわゆる新人賞5人の中に入るわけですよね、うん、必ず。じゃあ相当な方だったんですね。いや相当ですよ。何がすごいって、レコード会社がフィリップレコードなんですよ。所属事務所がゴールデンミュージックって言いましたっけね、皆さんね。つまりそんなに大手じゃない、あそういうことなんだ、ところから来たのに、はい、80年ナンバーワンという曲でデビューして、テレビ露出もあって、81年翌、うん、ハローグッバイという曲で大ブレイクですよ。83年ですよ、中島みゆき作詞作曲で出した春なのに、はい、これまた大ヒットで、うん、国民的な、国民的にね、あもう知ってますわ。やっぱ卒業となるとマイクはみんな白なんですかね。あ本当だ、マイクまた白だ。ストリングスが綺麗ですね。うん、まあ、この辺とかもいわゆる春菜の2位のコールのところはやっぱ知ってますわ。やっぱスタタン出身は歌うまいね、みんな。またね、もうお顔のタイプとか違いますよね。そうだね。いや堂々としてるね。今僕はね、単純に後ろのコーラス隊、はい、コーラス隊モニーをね、はい、やってたあのコーラス隊の女性たちもいらっしゃったじゃないですか、はいはい、を見てやっぱり思いました、はい、芸能人は違うなと。あの失礼ですよ、失礼な話ですけど、うっすらお顔が映るわけですよ。はい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 、はい、この当時のだって僕は一般の方という方を知らないですから、ああそうかそうか、っていうのを今はっきり後ろのコーラス隊の方々、はい、皆さんお綺麗ですけど、うん、こうお顔が見えて白いドレス着てね、そこからこうファッてこの、うん、柏原芳恵さんにアップになったら選ばれていると。一方でね、聖子ちゃんなんかは、はい、ユーミンに曲をもらっていたわけじゃないですか。私たちがよく言う聖子対明菜みたいなのがある上で、うん、ニューミュージック界ではやっぱりユーミン対、うん、中島みゆきみたいな、ね、作詞作曲というところのラインでもそういうのが出てくるんですよね。ポップで、はい、なんか明るくて、はい、シンプルだけれどもキャッチーなユーミン、はい、女の業をね書いて、それを10代に向けて卒業ソングとして、みゆきさんも随分と若く、これから何曲もよしえちゃんにはね、はい、書くことになるんですけれども、やっぱ相性が良かったんでしょうね。なんかその辺もう面白いですね、うん、なんか作詞作曲家さんがどういう方がついて、うん、だからその妙というか、うん、それによって多分成功された方ももちろんいるだろうし、そうじゃなかったとしたらみたいなこともあるだろうから、あったと思います、ね、そういうのもなんか面白いんだろうなって、合わずにこうちょっとヒットに恵まれずにっていうこともあったと思うし、今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。